こんにちは。こんにちは。体調に変わり、はい、今度は私の番です。はい、自己紹介は1TV スタッフの、まだ制作アシスタントの、ななこです。ななこさんですね。よろしくお願いします。ななは、はい、本当にもうど素人のど素人って雰囲気でいいかな。王道ですね。王道だよね。だから自分はとてもこのナナが弾けるようになるっていうことは、自分にとってのとても仕事としてね、すごい大きなプレッシャーでもありやりがいでもありっていうことなんですけど、でもさ、もう今3日目かマンツーマンなんて、本当自分が思ってたより早いんですよ。あ、そうなんですか。俺多分ね、最後まで G が出るかなっていう雰囲気でちゃんちゃんって終わるって予定だったっけよ。やっぱりギターってのは難しいっすねみたいなね。だからもうなんとなくいけてるからさ、はい、でやっぱりあれだね、もうだんだん似合ってきたけど、このマイギターを手に入れたっていうのはかなり大きいでしょ、そうですね。家でも弾けるっていう。弾いてるね。昨日も練習した30分ぐらい。おお、その練習がねかなり大きいんですよ。おお、成果がね。で今日もやってるでしょ、さっきから。うん、ほらもうそれで、じゃあちょっと弾いてみて。今やってるスタンバイミーね。ナナはスタンバイミーやってる。ど素人のほど、もう最近これ早くなってきたね。いいね。どんどんパクってどんどんいいの作ってってよ。はい、あ、やってみて。メジャーセブンに行くよ。よし、オッケー。もう分かってるね、一応もうね。分かってはいるんですけど、分かってるけど、ななの今の今日の悩みは何でしょう。 C です。 C ですか、うん、C がどうしたの。なんか多分、抑えきれてないのと、薬指と中指が違う、動きをしてしまう。違うとこも押してるんですよ、はい、でも月曜日か3日前より薬指が悩まなくはなってるね。これですか、こいつがね、この前ね、必ずね C って言ってるの、字を吹いてこんなやってたんだよ、ナナさ。 C こっちだけやってるわけ、はい、C ってこれなんだけど、ナナさこんなやってた。だからこれ変な音でしょ、不思議な音で、はい、これは一応こうなると G7 サス4って音なんだけど、それのこのセブンスが抜けて不思議な響きかなって。今さっきもちょっと2回目の時におって言ったのは、今度は C のこの2個がね下に下がって F メジャー7っていうこのね、これだったらまだいいけど、この流れで F メジャー入ってくると曲が変わるんですよ。聴いてて、ね、いきなり転調してしまって、どこに行ったのかなって。一応7っぽくていいんですけど、それもいいんですけど、一応この曲は C なので、で C をやろうって言うんだけど、で必ずさ、だから7がな、何音が出ない、悩んでる原因っていうのが必ずあるわけですよ。それをちょっと今探ってみよう。なんででしょうか。いや、なんか薬、薬指が疲れちゃうんですよ、多分 G で疲れたのかな。 G の方伸ばすじゃん。 G のコード1番目の最初のコードやってみる。これ、はい、これは別に違和感ない？ないないですないね。で、次のじゃあ E マイナー。E マイナーも簡単なんですよ。そうですね。次だね。はい。あ、わかりました。私、この持ち方ですよね。あ、これでやってた。いや、さっき多分これでやってました。いやいや、合ってるんで、これでいいんだよ。そうですか。これでいいんだよ。これでやったら、指の使い方もっと難儀になるんちゃう？これでですか？でもこれでいい？したら、ああ、オッケー。わかった。なな、それでいこう。きますか。この方が楽でしょ。楽なんですけど、この薬指が届かないっていうのと、人差し指が押さえきれなくて、でちょっと1個ずつ鳴らしてごらん、はい、5弦から6弦これ5弦。そう、これこいつが鳴ってないな。これがねミュートかかって、はい、次は、ま、全然鳴ってないな。はい、次2弦これ鳴ってる、どうにか。はい、1弦鳴ってるね。問題は3弦と4弦だったな、この2つね。
さて、なぜならないのでしょうか。三弦を中指で押さえる、うん、そうなんですよ。ちょっとじゃあ、ちょっとこのカメラ撮っていいか。はい、これな、こっちか。どうなってんの。番組みたいになってきてる。ドキュメンタリーだからな、これな。あのね、じゃあちょっとナナ、ちょカメラにちょっと向かってみて、そうアップしてみて、指のとこでさ、こっちからがいいな。あのこれ届くか。あ、届くね。こっち見せて、こっちからのあれ映像ちょっと。ここからこうね、見えますか。もうちょっとこんな感じ、こんな感じね。見えます、皆さん。こんなだ。ここのね、今なぜ音が出ないかというと、これね、見えます、これ4弦から、うん、薬指が当たってるでしょ、4弦に触れてるね、これ、うん、これで音が出ない。今はほら、今直したから浮いたから出てんじゃん。次、これなぜ出ないか。こいつはね、これちょっと話してみて、これほら見て、こいつこいつ見て、こいつほら、悪玉がいる。悪玉が3弦をね、見えました皆さん、これ見えるのかな。こっちから見て、もうちょっと下から、こっちから、押さえてますね、押さえてるでしょ。しっかりとこれな、この指が3弦も触れてるわけだ。だから出ないんだな、音が。で、2弦はかろうじて押さえてるから出る。1弦も今出ないのはこいつが触ってるかな、ほら、ということなんですよ、科学すると。わかりました。7、わかった、うん、オッケー、カメラ戻してください。たったね、たったそれだけ残ってる。それだけなんですけど、うん、本人にとっては辛いな。辛いっていうか、この瞬時に。わかった、7、こっちに今ぶつかってた肉があったじゃん、うん、あの今あっちからカッター借りて切ろう。ちょっと、強引すぎる。そしたら肉がなくなるから、もう完璧に大丈夫じゃん。そうそうそう、指ギター弾くためにやっぱりこれコーリアンにほら K-POP に負けてはいけないさ、やっぱり指を整形していこう。やっぱり K-POP 顔を直すけどさ、ギター弾くために指直そうぜ、みんな。いいかもしれない。本当？その代わりその他の仕事できなくなるかもね。こっちがなくなるんだからね、多分ね。分かった。だからまあ今の冗談で、なんでじゃあそういうのに陥ったかね。俺があの最初の頃に行った時にコードを弾く時は指は立てるって言ったでしょ、うん、そこがあのできてないだけですよ。うん、で指が例えば立った状態だったらほら見てたような、この立ってんじゃん、今わざとっぽくね、本当に垂直に立ってる、うん、すると絶対触れないな。だけどこれが斜めになってくるな、ほら触れたじゃんな、うん、だから7の場合はこんなになってるわけ。これはできるけど出ない。これも出ない。だからこんな感じ。出てるけど出ないみたいな。うん、だからこれをね、少し指を立てる、うん。そこのちょっと骨と筋肉の矯正心を少し、うん。で、この時に重要なのが親指の位置なんですよ。はい、こっちにいるんだな、やっぱりな。こうなんです。こうなんです。これでこういう風に持って、ちょっとこんな感じ立てていって、で、これはなるべくこっち、ナナのさ、こっちの広がちょっと大きいんだよ。だから、指を立てる感じ、こっちのさ、ここで押さえる感じ、イメージ。それでやってみて。はい、うん、ほら、出てきた。これだったな。次、これは、こいつが当たってる。これはもうちょっと上の押さえる。これ。こっちだけ。もう3弦がなれば終わりです。こいつが当たってます。もうちょっとこっちでもいい、一緒にこっち押さえてもわかる。これ別にこっち押さえてもこっち同時押さえてもこいつがあるから関係ないわけです、うん、今は慣れてないからこんな感じで、でもこれが押さえられてない、うん、ほらこれこっち押さえるんです。このこれを押さえてんだけど
ちょっとあっちに肉を上にあのシフトした感じ。そう、今なってます。こっちもうちょっと、ね。はい。そう。もうなったなったな。こんな感じで、この手の位置見ない見ない見ない。はい。見ないでこの位置を覚える。オッケー？うん。いや、okay? これを瞬時にするっていうのが。うん。これはもう訓練ですね。訓練ですね。はい。7の場合ここだな。今日はな。これがない意味でしょ。じゃあ次できるでしょ、D7 も。はい。D7 別に問題ないよな。問題ないんです。うん、でも、D7 行った後で、うん、G に戻るとき。G に戻るときが、お薬指が疲れちゃうんですよ。うん、じゃあよ、もう、あの、あれだな。なんか、毎日さ、このなんか指の運動をするっていうのも。昨日やってました。やった。またこれやってた。これやったら変わると思うと、わかる。あのこういうよ努力が必要なんだ。わかるわかる。気持ちはとてもいいよ。やってこれ。やって。これもやるし、あのこれも一番最初やったこれな。これな。これも。この努力もやって。うん、やるべきです。だから昔最初ギター弾き始めの時に、やっぱ同じだわけよ。みんな落ちるの。上手い人はさ指がポンって伸びるんだよね。できるんですよ。そう。なんでかなと思って、いつもさ、俺こうやってからさ、無理やりこうやってから指上げてからずっとやってただろ。ずっとこうやってやってるわけ。変わらないな、全然な。そうなんです。変わるか、これで。あんま意味ないですか。あんま意味ないと思うよ、こうやるのね。イメージ的に、それがイメージに繋がった時には、こうかったな。でもこれさ、あの多分スポーツっていう感覚だと、全く音楽に意味ないはず、これ。そうですね。ただここの筋肉が柔らかくなるだけだって、この筋肉使わんもん、ギターに押さえる、この筋肉ですよ。こっちに上げたくなるよ、ギターだと。ああ。ね、筋肉。神経です。そう、全然違うわけ。だから今、その制御ができてないだっけ。うん。それを、でも、それ焦らんで。早いって、だからマジで、ここまで来たら。そうですか。うん。だから、そこはあの大きく自信を持って。今日言ったこの C がさ、このパッて鳴るように。実際さ、ちっちゃいから、楽と思ってるでしょ。ギターがちっちゃくて、このちっちゃくと何がいいかというとさ、このフレットの幅が縮まるから指の位置が楽にこう狭くなるんだよね。だから押さえる部分は楽だなって思ってるさ、うん、ところが縮むと縮むのまたデメリットがあるわけ、うん、感覚が狭くなるから音が今みたいにあのダブりやすくなるわけ、うん、でもまあそれはいいや。7の場合はそれでも今行くってことを決めてるので、うん、もうマイギター買ってるから、あなたはとりあえずこれを持っていけばいいわけ、はい、ね、うん、あのフォーク村待ったさ、ちっちゃいの、うん、どうにかなる、どうにかなる、はい、うん、で、もう本当だったら自分の持っていけばいいわけ、うん、いつもね、うん、車に置いとく、うん、その点だから安いギターいいでしょ。いいですね。いいじゃん、別に盗まれても壊れても、うん、いや、ちょっとあれこれは違う、うん、いいね、もう愛着が出てきてるね。そうなんですよ、そう、それ大切だよ。その気持ちをずっと持って大切にしよう。するとさ、ほんと上等になってくるよ。うん、俺値段じゃないと思う。うん、いるぜ、あのプロでも本当にチャチ安いギターをずっと使ってる人。うん、うん、いるよ。でもその人が弾くと言うとするんですよ。うん、で俺が弾いたら多分ダメなんですよ。うん、だからそういうみんなあるから答え探す。でも7のもそれは出てくると思うので。うん、で頑張って、じゃあもう一回 G からもう一度巻いてるからさ、うん。G から E マイナー C D セブンもう一回やってみて。で、今さ、7、不思議なことが起こるわけ、うん、これさ、7、多分 G は全部1、2、3、4、4回弾いてるよね、うん、けど C だけ5回弾くのなんで？いや、分かんない。多分何も考えてない。何も考えてない、よく考えてね、はい、C だけ5回弾いてます、いつ、うん、面白いなと思って初めて気がついた。あ、そう、え、わざとやってんじゃないの。そうそうそう、おでじ、これは本当にボケてるのかと思った。あ、わざとじゃないんだね。あ、分かった。あのね、5回やってます。こんなってよ。3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、5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 、1、
苦手意識があるからさ、あ緊張してるから、うん、カットんでるわけさ、脳の信号が、うん、ね、そこもだんだん出てくると。で、今の4だったらさ、このテンポ早いぜ、うん、そうだったらさ
ほんと8回だな。あー。そう、8回やってね。8回。私4回や。4回じゃない、これ2小節ずつだからさ。あなた1小節で4小節取ったわけよ。ね。うん、1つのコードで2小節。で、8小節あるから。いや、C5 回弾くっていうのも不思議ですよね。これはもう、あと転生じゃないか。そうですか。もう、そうやってあなたの、すぐ入ってきたんだよ、あなたに5回弾けって。これだけな。うん、だから俺もよくわからなかったです。謎だね。まあそんなことで今日はだから C をちょっとねマナの場合はちょっと研究してさ、うん、ちょっとならないというところをさ分かったでしょ。分かりました。カメラワークまあ多分ご覧になってる人もちょっとカメラでこのあなるほどねってみんな落ちてるよ、うん、ならないんですよっていうさ一生懸命、うん、それ訴えてるだけでなんでならないか考えないんだよね。原因が分かる、うん、だからやめるんだよ、うん、原因が分からんまま俺はダメだで自分で蓋をして、うん、もう二度と弾かないっていうモードに入ってくるね。ギターは難しいんだ。うん、これ一般通念でしょ。うん、そうですね。簡単だよ。これド素人シリーズなんですけど、うんうんうん、中途挫折しちゃった人もいいですね。いいんじゃない別に、うん。いいと思うよ。いっぱいあると思うよ。うん、みんな F でやめるから。ですね。うん、なんなんは今 F 言ってないけど。言ってないよ。言ってないけどいいよ。いいですね、うん、F 使わない人生もいいんじゃないか別に。あ、それは違うの。そう、これを慣れてからな。うん、ナナの場合はね、だ本当にナナはさ、もう完璧な王道を言ってるわけよ、うん、ナナがギターが本当面白いって気づくようになると、うん、ギター信者、本当にそこから のギター好きって人が一人誕生するので、うん、とても大きいんですよ、効果が、ね、だから本当に好きになってちょうだい、うん、あ、もう好きにはなってるんですよ。なってる、オッケーオッケー。じゃあもう続けていこう、うん、もう体調まで来てしまった。参ってる参ってる参ってます。じゃあ7、じゃあ今日はねこんな感じで明日までまたこれやってきてよ、はい、明日それのチェックね、 C のね、うん、はい、よろしくお願いします。